女検賞は、大韓民国の公州広域市出身のプロ野球選手。2008年にドラフト外で LG ツインズに入団。7月に正式登録されるが、1打数しか出場できなかった。2009年は1軍出場がなく、同年オフに解雇された。放出後はすぐに兵役駅に着き、除隊後にネクセンヒーローズの入団テストを受けて、ネクセンに入団した。 2012年、当時の二類種レギュラーだった金製の故障により、レギュラーに抜擢された。新人王と二類種、ゴールデングラブ賞を受賞する。2014年には、オールスターに初出場。10月13日、李尚藩の記録を抜いて、韓国プロ野球のシーズンアンダ数の新記録を達成し、10月17日、韓国プロ野球史上初のシーズン200アンを、 記録しただけでなく、三塁打のシーズン新記録も更新した。また打率、370で、初の首位打者だけでなく2014年シーズン、MVP も受賞した。2015年は4月の試合中に負傷したため、長期間離脱し、前年ほどの成績を残せなかった。2016年は、ネクセンの主力選手として活躍し、自身三度目となる。 ゴールデングラブ賞の二類種部門を受賞した。2017年3月にワールドベースボールクラシックに参加した。初戦のイスラエル戦では同点タイムリーを放った。2017年4月7日、トサンベアーズ戦で韓国プロ野球史上20人目にして22回目のサイクルヒットを達成した。2021年7月27日。 てえ、帝明らけんとのトレードを介して12年ぶりに LG に復帰した。ありがとうございます。